2023年7月、ここが田尾神社なんですけども、この木もねかなり大きくなってるんで、もう多分カットした方が、伐採した方がいいでしょうね。ちょっと今見えにくくなってますけども、中がもう空洞化が始まってる可能性がある。で、急に倒れてくる可能性があるんで、切った後のあの枝とかがいつ切ったのかよくわかんないですけども、中は完全に空洞化してますね。で、この根元も多分そうなってるんじゃないかなと思います。こちらもそうですね。確実にここ空洞になってるんですよね。だからもうだいぶ深いでしょう。これもいつ急に倒れてくるかわからないんで、この辺りももう伐採した方がいいですね。で、まあこれ根っこだけで、まあこういう状態なんですけど、まあ朽ちてきてると根っこが、だからまあどうしてもこうなると。その隣はどうかな。もともとつながってるんですけども、一つの根っこから、まああの辺りの木はもう切ったんでしょうね。で、正直この田尾神社自体がいらないっちゃいらないと思いますよ。こちらもそうですね。まあ根っこからしてかなり巨大なんですけど、まあ根っこの部分でもかなり薪として使えますね。まあこの辺りも根っこが、もともと木のあった場所のところから、まあこの根っこからこういうふうに木が生えてきてるんですよね。根っこのところからね、こうつながって。以上です。